R.G. コリングウッド・ロビン・ジョージ・コリングウッドは、イギリスの哲学者、歴史家。ランカシャー州グレンジオーバー・サンズにあるガーメルという村に生まれる。ラグビー校とオックスフォードのユニバーシティ・カレッジへ進学し、優秀な成績を収める。オックスフォードのペンブローク・カレッジのフェローに選出され、マグダーレン・カレッジのウィンフリート研究員に転じるまでの15年間を務めた。 アーサー・ランサムとは家族ぐるみの交友があり、ランサムの作品、ツバメ号とアマゾン号シリーズは、コリングウッドの老い立ちにヒントを得たという。テオドール・モムゼンに学んだに支持し、当時のイタリア哲学者である、クローチェ、ジェンティーレ、グイード・デルチェロから深く影響を受けた。その他の影響としては、ヘーゲル、カント、ビーコ、カイ・エイチ・ブラッドレイと JA ・スミスなどが考えられる。 哲学思考には科学思考とも日常的な思考とも異なる独特の方法があると主張した。科学においては家庭から結論が導かれるのに対して哲学においては家庭から家庭的ではない原理が導かれると論じた。また、哲学は日常的に誰もがすでに分かったつもりになっていることを別の視点から捉え直し、 より優れた理解をしようとする学問であるとも述べている。こうした議論は、コリングウッドのプラトン解釈に基づいている。また、哲学の方法を総括する目的でコリングウッドは、形式の変異図という考えを導入した。形式の変異図とは異なる項の連なりであり、上位の項は、下位の項が体現する理想を実現したものである。例えば、ロックによると、 知識の概念の変異図の初めの項は判断であり、最上の項は直感である。つまり、直感という知識の形式は判断が実現しようとしている知識の理想的なあり方を実現しているのである。哲学の研究対象となる概念はすべて形式の変異図へとまとめられ得る。相対性理論の哲学的な意味を正確に考察した作品として、 サミュエル・アレクサンダーとアルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッドの主張を高く評価している。ヘーゲルの自然哲学を肯定しており、自然とは概念が時空間という形で外在性を持ったものであると考えた。また、自然には精神を生み出す必然性が内在していると主張し、自然の目的を実現するためには、自然界から歴史界へと概念が発展する必要があると論じた。 ヘロドトストとキリデスに始まり、コリングウッドに至るまでの歴史学の歴史を丁寧に考察し、歴史学の方法を三つ抽象した。第一に、古代イギリシアに顕著であった証言に基づく歴史。第二に、ヘレニズムに橋を発し、過去の文献を組み合わせることを主軸とする、キリバリ歴史学という方法。第三に、近代の学問的歴史学である。 芸術の本質は感情表現であると主張した。発露と表現の区別をつけ、前者は主体の意思と関係のない形式であるのに対して、後者は主体が意識的に表現の対象をコントロールしている形式であるとした。感情の発露は芸術ではなく単なる露出趣味に過ぎないとして退けている。芸術作品の鑑賞の方法についても理論展開をしている。 例えば、絵画は単に視覚的な芸術なのではないと主張した。絵画を見るためには、作品制作の過程での画家の五感の働きを想像しなければいけないと論じた。ポールセザンヌでは、筆使いから伝わってくる食感こそが最重要であると考えた。人間の精神には少なくとも五つの経験形式があるとした。芸術、宗教、科学、歴史、哲学である。 それぞれの形式には独特の知識学と倫理学が内蔵されており、また次の形式へと発展する必然性も備わっていると考えた。例えば、宗教は芸術的な方法によって科学的な真実を主張しようとしており、宗教の主張しようとしている真実を満足に主張するためには科学への移行が必要となるといった流れである。ありがとうございます。